こんにちは、動画ファンの成田です。今回は LINE のタイムラインに表示される広告投稿を非表示にする方法についてご案内をいたします。LINE は基本的には友達同士でやり取りをするサービスになりますので、タイムラインに投稿されるものももちろん友達追加をした人の、投稿になります。なので自分が好きなお店の最新情報であるとか、あとは自分が追加したお友達の、近況、また自分が友達追加をした有名人の近況なんかを知ることができます。とても楽しいサービスなんですけれども、中には実は広告として投稿されている記事があります。どのようなものかと言いますと、これはパンダ一郎さんは私は友達追加をしているので広告ではありません。でこの下、このコカ・コーラの投稿ですね、この投稿を見ていただくと何人がこの投稿にいいねしていますという表示がついていて、さらにこの投稿者の下の欄のところにスポンサードという項目表示が出ております。これが、広告投稿になります。で、自分が興味のあるジャンルの投稿でしたら、特に問題はないかと思うんですけれども、例えばこのコカ・コーラの綾鷹のお茶なんかは私は別に問題ないんですが、例えばですね、ずっとちょっと下の方へ行きますと、そうするとこのトヨタの車の広告が載っております。同じように何人がこの投稿にいいねしていますという表示が出ていて、さらにこのトヨタウンと書いてあるこの下にスポンサードと表示が出ております。で、私は特に車には興味がありませんので、この広告は不要と思います。こちらの広告非表示にしたいと思います。ではどのようにやるかと言いますと、この投稿欄の右上に下向き三角の矢印があるかと思いますので、こちらをタップします。そうするとこの広告を非表示、もしくはこのアカウントのすべての広告を非表示というふうに出てきます。で、この上の方のこの広告を非表示、こちらをタップするとこの広告を消すことができます。なおかつ下のこのアカウントのすべての広告を非表示、こちらをタップしていただきますと、今後このトヨタからの広告は一切表示されなくなりますので、今回はじゃあこちらの下側ですね、このアカウントのすべての広告を非表示、こちらをタップしてしまいたいと思います。一応このように確認画面が出てきます。今後タイムラインで表示されなくなりますけどいいですかと出てくるので、非表示をタップしてください。そうすると、このように広告の表示の方がなくなりました。タイムライン見ていると、自分には関係がないんじゃないかと思うような、不要と感じる広告が表示されることがあるかと思います。このようにアカウントごと非表示にしてしまうと、今後表示されることがなくなりますので便利かと思います。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。